アスピリッドマジです。今回はスノマサのグランドルサビ解説はい、ということでジュリッコダンス部初のジャニーズさんの振り付けでございます。いつも皆様からねいただいたコメントを読んでると K-POP さんの楽曲以外は、リクエストはしてはいけませんかというね声を多くいただきましたが、そんなことはございません。好きな楽曲ぜひリクエストしていただけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。踊れる。今回の動画も判定しております。こちら右手左手というようにね鏡のようにして覚えてみてください。それでは行きましょう。左手ですね、 L 作ってもらって右手1本です。でこっち裏向けてここに1本入ってきます。ここが1,2,3,4 もあって5,6 で斜めに持ってきます。この手をこっち、はい、で肘がこう真横ぐらい向きますかね、これぐらいです。で斜め下を目指して1本出します。これが左足から歩き始めて1,2,3,4,5,6,7 でちょっと頭をクッと下げてください。そしたら8でこっち向きになります。手はパーから下向きからグーで右の方にシュッ準備です。はい、左足パー外向きに曲げてキャッチでございます。頭からいくと1,2,3,4,5,6,7,8 となります。左足の方に乗って右手上からパンチ1,2で右足前、そしたらちょっと飛んで右足からパーラドンドンとなりますよ。はい、ここから右足前ついてるやつを右左ってこういう風に上がってきます。はい、右左がついたら体重下からブン、お尻から体が戻ってくるっていう感じでローマ字のことジーンみたいな感じでトントンこう上がってきてください。そしたら膝インアウトっていう感じで膝を中外向けてください。はい、ここからフーきました。1,2体このまま右足エンスリードンドンなります。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5来ました。右足踏んで5,6,7っていう感じになります。はい、これ手は後ろからコーン当たってるのかな、ドンダンダンダンっていう感じで頭の後ろから前に持ってきてカーンっていうイメージでございます。でこの時にですね体がドン、ちょっと気持ちこうわかりますかね、丸くなるというか当たったらドン、一緒にボン、胸もこう中にしまってきてあげるようなイメージを持つとドンはまれると思うのでボン、後ろに1回しまう、下から反対左足ついてドン、向きは変わります。はい、ちょっとこういう斜めとこういう斜めを意識してあげるとこう不格好にならないと思うのでちょっと気持ちひねって、で足も体重は後ろの足、右足にかける左足に体重をこうかけてあげるとよりかっこよくなれると思います。はい、それが戻って頭がいくじゃん、1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7そしたら8でこっちになります。足は左足右足でこうポンポンジャンプしてください。でまた1最初のやつで次が2で右手がね上になります。ポンポン、そしたらこの手ですね上から引っ張ってきてふっ体が上がります。上からこうロープギューンしてる感じで引っ張って自分の体が上がってくってイメージになりますね。パンパン来たらふっ、でこの時に面がこうひねってあげる、なんで手をこっちにひねってあげてからっていう感じになりますね。パンパンふっ、したら
右肩入れてドン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 っていう感じで戻ってきます。ちょっとここですね、こうアイソレーションが首かな、首かこの辺りがだいぶ動いております。でちょっと前についた時にドン、この右肩から首がこういう風に後からついてくるって感じになります。肩いく、体がいく、首あーとからついてくるっていう、大げさにやるとこういう感じ。く、肩いく、う、ふーみたいな感じでコマとかプルン回してると最初綺麗に回ってるけど最後なんかウニョウニョウニョってみたいな、こう弱まってくる時あるじゃないですか。なので1回目でボーン回したらウニョウニョウニョって感じです。イメージ伝わりますか？タラワンツーエンスリートーで手を下ろしたらベーで足をくっつけてください。トーベードンドン、ついた瞬間にパーパー寄せてきて、そしたら左足センターに寄せて、このまま後ろにシュー斜めに伸ばしていきます。ジャンプのところですね、誰よりも高く飛べ、ワンチャンチャンチャンという感じになっておりますので、手がトーで下がって足はベーで上がりますので、スンサッという感じになります。いきましょう、ワンツーせーの、ファイシックスセブンエイト、ワンエンツーエンス3 4 and 5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8ぐらいでちょっと移動があります。で次移動中終わったら足広げて1 2 and 3 and 4 and 5 6 7トントンだってこう2回目が来るんですけど、ちょっと細かいのでね、手と足分解しましょう。左手握る、右手グー。で、こっからお顔左向いててください。これスタンバイね。これが、ワンツっていう感じで右手が来ます。ワンツーエンスリーで向こうを見てください。はい。すくってちょん、右向く。そしたら、肩、ちょんです。つま先ちょんしといて、下ろす。下手首コン曲げて、したら両手パーにしてシューシュっていうキャッチになります。手がね若干こういう向きでキャッチします。こう開いてきてキャッチの向きはギュッこっちです。したら開いて下ろします。 OK ですか？ゆっくりいくとセブンエイワンツーエンスリーエンフォーFive, six, seven, 下ろす。あっけらー。さあ、足ですね。移動しました。両足開いて、ワン、ツーで今体が上がりました。そしたら、円で後ろ戻して。で、こっからかかと踏み踏みが始まります。踏み踏み、踏み踏み、ドンっていう感じで、かかとを踏むときに体がこう前に乗ってあげる感じです。こっからこう。こうなんかシーソーみたいな感じで、1個が下がったら、1個がこう、前にっていう感じで、えい、ドン、ドン。こういうリズムが来ます。それが、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォーまで来たら、エン、ファイブ。で、ここだけ左足が動きます。エン、かかと上げて、ファー、いい戻る、さ、さ、さ。さあ、右足後ろ入れて、移動をもう一回2回目。ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、エン、ファイブまでにしましょうね。はい。手と一緒にゆっくりいってみましょう。移動をこれして、せーの、左見て。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ファイブ、シックス、セ。むしろ、ザ、ザ2回目。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン。したら、この手握って、ファイブ、左足キック、シャッ、ドン、ドン、はい、でございます。足が上がる分、体を後ろにこう倒してあげるイメージですね。まっすぐなものだと、足上がりたいと思うので、体を後ろにふ倒して。しっかりした足曲げてやってみるといいかなと思います。せーの。
1 and minor D and 3 and 4 and 5 6 7後れて2回目トントンチャチャチャフッキックダーンダーン移動になります。ではですね、サビの前半をまずゆっくり通してみましょう。いきます。ワンツーせーの、ファイシックセブンエイトワンエンツーエンスリーフォーエンファイシックセブンエイトワンエンツーエンスリーフォーエンファイシックセブンエイワンエンツーエンスリーエンフォーエンファイシックセブンエイトワンエンツーエンスリーエンフォーエンファイシックスセブンエイドーンで後半に入ります。それでは後半に決めちゃう。最後足ファン上げました、移動しました。そしたらですね、左足ついてからワンエンツーエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンみたいなのが来ます。ちょっとまずまたね手を覚えたいと思います。最初ワンで肩からこうポン前に始まる感じで、手こういう感じです。はい、ピストル肩からシュワン、上から山を越えて届けてください。せーの、ワンエンツーエンキープキャキャ。はい、右手を一回曲げ伸ばししてから上にポンポン下ろして、またインアウトが来ます。ので下ろしてくるときは上げ肘外、そしたら中にクロス開く、したら下からイエーイ上がっててください。大丈夫ですか。タイミングが5 6 7 8 1 and 2 and 3 4 and 5 6 7 8。で、体がですね、移動しました。首、左にちょっと打って、ワン、エン、ツー、エンっていう感じで膝が入ります。ちょっと気持ち上に上がってから落ちてくる。で、この膝の中にイン、アウトしてください。セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エン。そしたら、スリー、正面戻ってきて。そしたら上、フォー、エン、はい。これちょっと首から首いったら帰ってくるとき胸がふん、ここが上がります。ドンドンでインアウトっていう感じで、体がドン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 っていう感じで使えるといいと思います。それはい、ワンエンツーエンスリーエンフォーエンファーエインアウト。そしたら右足ですね、前に行きます。左足そのままピボットです。ドーンドーンドーンって感じで1,2,3で前正面まで来てください。はい、ドンドンパドンドンで、最後の足のところなんですけど、手と足ね、こういう風に行きます。で、上体がですね、こうスンって止まってしまうとこう棒人間のようになってしまうので、ちょっと力強く右足を踏む代わりにここをね、伸ばしてあげるイメージでございます。ほんのちょっとね、ドーン、ドーン、ドーンで、こっちに、こう。イメージはこう、あんまり、ここを動かそうとするよりも、足を頑張ってこう、踏んであげる、踏んであげるっていう感じでございます。やってみるよ。ファイ、シックス、それ。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ファー、フム、ドン、ドン、ドン。で、最初でね、ピストルのところとかは結構こういう感じで顎をね引いてあげた方がかっこよくはまると思うんで、カスンこう顎抜けてくね、こっちドンカッカッっていう感じでこっちのイメージを持ってあげるといいと思います。そしたら左足踏んで右手前から後ろにクロス、そしたら右足の時にパー、ここでプリエ息に入ります。ドンドンカッ、この体ですね、後ろこうなってます、頭が前で。さあひっくり返して後ろからここで足と一緒に1,2,3でお腹と足を
最後集めてきてください。ドンドンチャッ。そしたら足ついた時にグーパンチキャッチ、今度反対右キャッチ。ちょっとね体の面ねこうずれてるかな、ど真ん中デリマン、ちょっと気持ちいい、ちょっと気持ちこっち側、はい、さあ下からウェーブドーン、カンカンっていう感じで手がこっち向きになります。はい、足揃えた時のウェーブはまた足元から上がっていく方で、上がった先でブーンカンカンの前乗りがつながります。ブーンまで来たらこの肩で斜め前にドンドン、はい、で斜めの時は対角線反対の肩がこう入ってあげる、こういうイメージです。ドンカンカン、ほんのちょっと、それがスッスッサッサセブンエイワンツーエンスリーフォーエン、はい、足と手をこう伸ばすので矢印の向きこうなりますね。体を離してで集めるドン、集めるドン、下からふー、ドンドン、来たら繰り返し、えいワンエンツーエンスリーエンフォーエンファイブシクスセブンエイドワンツースリー、あとちょっと、スーン止まって、ドーンドーン、ガシャーン。そして、2回目のこのシューンのところなんですけれども、よりね本家さんに似せたいよって人は1回目のここよりもさらにお山を体がねふう大きくしてあげれると似てくると思うんで、こっからワンエンツエンスリーエンフォーエンっていう感じで、右足の空中にいる時間をちょっと長めに、ワンツエンじゃなくてエイワンツエンスリーエンフォーエンって感じで足をちょっと長めにね上げてみてください。で最後ここまで来て2回目のフーフーフー終わりました。したらこっから移動が始めます。イエーゾーこじでーす、ふーで止まって、左手が前になるようにグーしてもらって、上から下にシュン下ろしてきます。はい、ではですね一回後半のここ1回目から通してゆっくりやりましょう。いきます、ファイシックせーの、ワンエンツエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンエイワンツエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンエワンツエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンエワンツ、移動します、止まる、ドーン、パー。それでは、サビをですね全部通してゆっくりやってみたいと思います。いきましょう、ワンツーせーの、ファイシックセブンエイトワンエンツエンスリーフォーエンファイシックセブンエイトワンエンツエスリフォーエンファイシクセブンエイワンエンツエンスリエンファエンファイシクセブンエイトワンエンツエンスリエンファエンファイシクセセブンエイワンアンツエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンエイワンアンツエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンエイワンアンツエンスリーエンフォーエンファイブシックスセブンエイワンアンツースリーフォーファイグランドー。それでは早い感じでやってみましょう。いきます、ワンツースリーフォーファイシックセブンエイ
身に染みたというか実際にね自分が踊ることでそういうアーティストさんの凄さをねさらに体感できると思いますので皆さんぜひやってみてください。ということでこのジリッコダンス部では、ダンスが楽しくなるような解説動画そしてトーク動画、私の踊ってみた動画なんかも出しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画を見ながら踊ってみるよって人はですねグッドボタン押してってください。ではまたお会いしましょう。アチプリー。